こちらは今朝7時過ぎの愛知県半田市の映像です。雷の音とともに雨が激しく降っています。東海地方は今日も大気の状態が不安定で、愛知県では今夜から明日にかけて警報級の雨が降ると予想されています。今日1時間に予想される雨の量はいずれも多いところで愛知と岐阜で40ミリ、三重で30ミリとなっていて、局地的なゲリラ雷雨にも注意が必要です。また今朝は落雷による信号機の不具合で、 JR 東海道線の豊橋蒲郡駅間でおよそ2時間にわたり運転見合わせとなりました。